まあ、昨日からね、まあ、この間その、まあ、民主党というかその事業仕分けで、文書がですね、なんかその廃炉も検討することになるとかっていうのを、その細野豪志、原発担当大臣も言ったっていうことが、まあ、今日今朝のニュースにも、載ってたんですけども、まあ、これはこれでね、本当にその、まあ、大きな前進かなと思いますし、これ文書の廃炉の問題にしてもね、まあ、これ公明党も、なんか文書廃炉にしろ、は言ってたんで、まあそういう意味でもですね、まあ僕は文字はもう廃炉になるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱこれが何か大きな問題かというと、やっぱ核燃料サイクルっていうね、その文字で、その今までの原発の核廃棄物をですね、もう一回リサイクルしてもう一回使おうっていうね、まあそういうこうなんか永久期間じゃないですけども、そういうサイクルの一旦が壊れたっていうことはですね、本当この原発行政、まあこれから先の原発っていうのがね、やっぱ破綻していくっていうのはね、もう、まあ言えてるかと、まあ六ヶ所村の問題にしてもそうなんですけども、結局うまく、いってないんですからね、核燃料サイクルっていうのは。まあこれも本当にね、なんか、核燃料サイクルっていうこう、なんか本当に、エセ科学っていうかですね、うまいこといくかいかへんかわからんようなもんを、その、なんかこう、錦の御旗みたいなのにしてね、その原発行政というのが進められてきたっていうのもあるわけで、まあその一角は壊れることに多分なると思うんで、それはね、やっぱり、まあ唯一民主党を評価していいかなとは思いますけどね。まあこれ自民党だったら、とてもじゃないけど、僕はできなかったんじゃないかなと、思うんでね。未だに原発推進とかって言ってる、とこがありますかね、自民党の議員でね。やっぱ電力利権に関わる議員とかですね。まあそういう意味では良かったなと思いますし、まあただ、なんか今日の NHK の日曜討論の細野さんの話ぶりを聞いてると、やっぱりその文書は廃炉にしたいみたいですけども、その核燃料サイクルの研究っていうのはどうも続行させると。まあ、その、なんていうんですかね、に入れ割ったような折衷案っていうのをなんか落としどころにしたいのかなっていうのが、僕はなんか感じられたんですけども、まあ、でもどっちみちね、その、まあ、これ野田さんでしたっけ？枝野さんかどっちか忘れましたけども、まあ、結局その、まあ、50年したら自然に原発っていうのは廃れるっていうのはもうこれは流れですから、脱原発の流れっていうのは変わらないわけで、まあそういう意味から言ってもですね、文書廃炉っていうのはね、やっぱ大きいかなと思うんで、まあそれはそれで僕は、まあ結構評価したいなとは思うんですけどね。まああとその再稼働とか、の問題に対してですね、もう、なんか今日の NHK のニュースによると、もう原発の90%っていうのがもう年内に止まるっていうことでね、まあ来年に春になったらですね、全部止まるっていうことですから、だからもう一回ね、ほんと全部止めた方がね、僕はいいと思いますね。それでこの原発っていうのが本当に必要なのかっていうのをね、やっぱ考えるべきだと。まあ、この間その東京電力はですね、原発動かさなくてでもですね、来年の電気は足りるっていうことをね、言ってるわけですから、東電自身がね。だからそういう意味から言ってもね、僕は本当原発っていうのは全くいらないと。もうそんな原発にこだわるよりはですね、こだわるっていうか原発にね、交付金とかでお金出すよりはですね、やっぱこの自然エネルギーとか、もっと言ったら火力発電をですね、もっと伸ばすために金を投資していくっていうのがね、まあ、僕は一番いいと思いますけどね。もう、今年度末からですね、だから来月ぐらいからメタンハイドレートっていうね、その天然ガスの、海の採掘ね、日本海かどっかで採掘するっていうのが始まるみたいですし、まあそういうことから言ってもですね、やっぱ火力発電メインで、まああとその自然エネルギーを徐々にっていうのがね、やっぱ一番僕は理想の形かなとは、思うんですけどね。